長毛布、笠詐欺家就職図、長毛布、至る地2年6月16日は、南宋から元にかけての政治家、文人。字は巣合、郷は松行。送り名は文都市。古襲がラすほど剣の人。出字は、宗の総室で、南宋の二代皇帝、高宗の兄の長白、慶のヤシャである。字から長巣合、郷から長松行と呼ばれることも多い。 妻の感動の昇るも画家として有名である。父は長よ。兄は長武氏、長武氏若津、長武氏博氏、長武師匠、長武氏、長武氏。弟は長武氏ら。王母は外村にあたる。南宋の正国の四古三軍に任官するも、喪室の滅亡によって関東を離れる。1286年に、 元の清祖皇帝首来に招かれて大都に行き、兵部郎中となったが、僧を滅ぼした元王朝に仕えたことは、一族からも批判され、一族の絵も切ったものさえいたという。元に仕えたことにより、後世の評判も、かんばしくない。以後、歴代の元の皇帝の元、集権員や管理員の学士となった。69歳で没後、義国公に追封され、 ふみとしの死亡を与えられた。名声のゆえか、十六福春画撮が、新代の公職小説、肉布団に登場する。全赤壁不国立呼吸博物院、台北水村図鑑呼吸博物院、北京。ありがとうございます。